皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。水風の正解の説、光の届かぬ都、光の届かぬ都、エーデルガルトを撃ち帝国に勝利した同盟軍、直後帝国の裏で暗躍していた者たちの存在が明らかとなる。放置すればディミトリもエーデルガルトもあっさり沈んだよね。クロードは勝利に浮かれる将兵を再び招集し、敵の本拠シャンバラを目指すこととなった。はあ、これあれ封印のさ、封印の何でもないです。しかし、ちょっと忘れた名前。クロード、どうしたんだ。光の杭のことだよ。メリセウスではあれで俺たちを殺そうとしたよな。じゃあなんでガルグマクにあれを落とさないんだ。俺たちがここにいることくらいとっくに知っていそうなもんだが。それは落とさないのではなく落とせないのです。おっと、レアさん、体調はいかがです。大丈夫です。フォドラの危機に際していつまでも寝ているわけにはいきません。元に戻った。それでここに光の杭が落とせないってのは。かつてこの大修道院にも巨大な光の塊が落ちてきたことがありました。攻められとうですが、その光は上空でにわかに軌道を変え、大修道院ではなくアリルに。煉獄の谷アリル、あれは光の杭の爪痕だったのか。聖母は神祖永眠の地であると同時に覇者の力を宿す巨大な神器。神祖はジャナル光より眷属を守るため自らの手で聖母を築いたのだそうです。それで女神の眷属たちは修道院に近いザナドに寄り集まって暮らしていた。だが俺たちは修道院からだいぶ離れた戦場で何度も戦ってきた。なのに光の杭が落ちてきたのはメリセウス要塞だけ。ヒューベルトの手紙には要塞陥落時に窓を感知したって書いてあったよね。つまりは奴らが光の杭を使ったことでヒューベルトは拠点を突き止められたんだ。じゃあ拠点を知られたくなかったから今までは使わなかったってこと。とにかく奴らにとって光の杭ってのは気軽に使えない虎の子なんだろうさ。そして確実に俺たちを仕留められそうなメリセウスでついに使う決断をした。ところが死神騎士の気まぐれで俺たちは死なずに済んだわけだが、でその後はまだ光の杭は落ちてきていない。敵さんは拠点を知られたことにまだ気づいていないのかもしれないね。であれば奴らは油断してるかもな。奇襲するには好条件だ。そう、私も共に行きましょう。いくらなんでもそれは危険だ。長い監禁生活で体力も落ちているだろう。彼らは古より我らに敵対してきました。確かめたいのです、彼らの正体を。わかった、ならば止めはしないが、くれぐれも無理はしないで。レア様戦えるんかな。マムクートかな。相手は得体の知れない連中だ。レアさんが一緒なら俺たちも心強い。次に奴らが何か仕掛けてくる前にシャンバラを叩いてやる。一応散策するのね。シャンバラ、よし、久々に。なんもないかな。とりあえず準備してから散策します。はい。よし、ぼちぼち散策していきます。まずは剣術ってね、今回は
剣術ちょっとな、クロードしかおらんちゃうね。正直勝てるかわからない。アサシンどう？行って。行け。上々の戦果だな。一回ぐらい避けてもらわな。ソードマスター。うわー。終わったな。なあ。はい。無理だ。先生以外に剣が強い人がいない。次に戦う連中は師匠を刺したモニカの仲間かもしれないんだよな。今度こそ本当に師匠の仇討ちができる。絶対に逃がしたりしないよ。むしろ戦いたくてうずうずしてるよ。仇討ちは私の悲願だからな。それは私とて同じだ。武器の手入れ好き。ありがとな。あれ25なのあなた。あれどんな、なんだっけ、これか。ありがとな。あら、ありがとな。あれレオニーは何だったっけ。ありがとう。まあいいや、とりあえずこれでマックスにしよう。はい、そして。あら、レア様がお帰りになられたとか。なぜお姿を見せてくださらないのですか。あ、ご療養中なのですね。わかるでしょう。長く囚われの身だったのですものね。早くレア様がお元気になられることを祈っています。すみません。すみません。そう、ついに帝国よりレア様を取り戻し、我々の宿願を果たすことができた。レア様にはゆっくりと静養していただきたいところだが。うん、でも次の戦いついていくって言おうよ。大丈夫か。なあなあ兵士。ドゥドゥさんはエーデルガルトが撃たれたのを見届けて去りました。うん、宿願を果たした彼の表情は清々しくもどこか寂しそうにも見えました。どこへ行ったのかは分かりませんが、故郷のダスカーにでも帰ったのでしょう。ドゥドゥさん、ちょっとその辺のストーリーはやっぱりルーベンクラッセね。えなんかね、ディミトリがさ、なんであんな風にやったのかっていうのさ。やはりレア様はご無事だったんですね。エデルガルトがどうしてそうなったか。よくぞ取り戻してくださいました。これでようやく我々信徒も心穏やかに過ごせそうです。ヒルシュクラッセではそんなに。本当にお疲れ様でした。まだ戦いは終わってないんですか。終わってないんです。ちょっとヒルシュクラッセではそんなに語られないんだね、その辺のね、他の2学級のことについて。まあ当たり前といえば当たり前ですけど、 それにしてもあっさりしてるな。ねえ先生、次に戦う相手ってのは私らと同じ人間なのかね。いや、光の杭を落とすような連中なんだろう。普通の人間にあんなことできるはずないよ。そうよ。だからってひるむような私じゃないが、さすがに気味が悪くてね。気味は悪い。ずっと最初から気味は悪い。ジュディットとかも参戦しそうでしなかったね、結局。なあマリアン、エーデルガルトさんを倒せば戦争が終わると思っていたのですが、違ったのですね。不謹慎かもしれませんが、少しほっとしているんです。この戦争が終わったら自分はどこで何をするべきなのか、まだ答えが出ていないものですから。でも、そのもう終わった後に考えればいいね。次の戦いで終わりにしましょう。うん、出ないと前に進めませんものね。マリアンヌいいね。ちょっとエーデル付近このせまだ。でもなんかあるかな。マリアンヌ乗馬好き。ありがとうございます。あれ乗馬好きではないのか。乗馬、ありがとう。馬の世話は好きだけど乗馬好きではないのか。ありがとう、ありがとう。
ちょっとアイテムがもったいないっていうか、結構ガンガン使ってるな。そして門番先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。本当に帝都を落としてしまうなんて信じられませんよ。皆さんすごい、すごい。てっきりこれで平和になるんだと思ってたんですが、違うんですか？違うんですよ、違うんですよ、違うんですよ、ね、そしてアンナ、いらっしゃいませ。ちょっと買い物するか。すみません。おお、すごいすごい喋ってる。ようやく帝国を打倒できたってのに、勝利に酔う暇もなく、次なる戦支度とはね。まあ帝国軍の裏でうごめく連中の存在に俺たちも気づいてなかったわけじゃない。気づいてないことはない。奴らに先んじて動ける。散々関わってる。ヒューベルトに感謝しとかないとな。それにヒューベルトすごいよね。まだまだ聞きたいことはあるんだ。覚悟がすごいよね。やっぱ負けた時の、あ、そうだな。次の戦いが終わってからゆっくりと話を聞いた方がいい。ヒューベルトはいい軍師だ。だが休んでいいのはレアさんだけだ。他の連中には出撃の準備をせかさないとな。奥の方で兵士がずっと引っかかってるんですよ。ローレンツと、ローレンツ商人、商人で引っかかってる人がいる。贈り物、クロード何が好きかな。微妙ですね。クロード読書好き。あ、悪い。読書好きじゃない。本は調べたりするけど、バラでもあげよう。あ、バラローレンツにあげればよかったな。ないか。で、ローレンツエルバンドロスタール。ホドラの未来を脅かす謎の勢力か。確かに放置するわけにはいかないな。ここまで来ると同盟内での権勢争いなど、もはやサジだよ。サジに思えてきたよ。怖いなどと言っている場合じゃないだろう。勝つ以外に生き残る道はないのだからな。そうだ、願わくは敵の狩猟は僕の手で打ちたいね。そうなれば大丈夫かな。それ厳しいよ。ローレンツちょっとそれは厳しい。速さがあと10は高くないと無理やな。まあまあ、これでも、どれだっけ、紅茶好き、これでも、ほう、これは嬉しいな。ほう、茶葉でも、これは嬉しい。よし。いやー、やりましたね先生。まさか本当に帝国を滅ぼしてしまうとは。これで戦争は終わりかと思ってましたが、まだ敵が残っているとか。本当なんですか？本当ですよ。早く戦争なんて終わらせて、フォドラに商売繁盛な国を作ってほしいですな。そうよね。おお。あの帝国軍に勝てるなんてまだ信じられません。でもまだ敵は残っているんでしたっけ。帽子でかよくわかりませんけど頑張りますね。頑張って。帝都の陥落後、フォドラ西部を抑えていた軍務卿のベルグリーズ伯が降伏すると、時を置かずファーガス公国のコルネリアは宮城から姿をくらましたようです。旧王国諸侯が一斉に息を吹き返したことで身の危険を感じたんでしょうね。そう、ファーガス神聖王国はどうなった、結局どうなったの。アロイス、そういう貴殿は、貴殿はついに成し遂げたのだな。帝国を打ち倒し、レア様を救い出し、団長もきっと喜んでおられるだろう。私も自分のことのように誇らしい。そうであったな。いや、純粋なアロイスは結構好きですよ。ついモニカたちの仲間だと言うならば、次に待ち構える敵こそ団長の真の仇、
どんな恐ろしい相手であろうとも必ずや打ち果たさねばならんな。必ずやね。そんなアロイスにこれをあげよう。おお、これを私に。そしてそんなアロイスにこれをあげよう。感謝するぞ。ああ、喜びそうやったのにな。ユリでもあげよう。感謝するぞ。よし、起きて食って、鍛えて食って、鍛えて食って、あとは寝るだけ。出撃の準備をしとけって言われても、おでがやることはいつもと同じだぞ。鍛えて食って、鍛えて食って、それでいいよ。食うのも鍛えるのもコドラのためだ。ってことでまずは飯を食うかな。無表情、無表情やね、相変わらず。こんないいもんくれんのか。よし、そしてそしてそして、なんか微妙ですね、霞そう。おお、ありがとな。おお、ありがとな。よし、そしてご飯を食べよう。ご飯を食べたい。何、よし、あー、セテス、ヒルダ、フレン、どうしようかな。結構みんなやる気あるね。やる気マックス、マックス、大体マックスか。オーダーメニューでやる気がヒルダ、フレン、ヒルダ、フレン好きな人、あ、これいいんじゃない。ヒルダ、フレン、美味しそう。美味しい。誰が作ったのかな。後で褒めちぎっておかなくちゃ。お母様の手料理に迫る美味しさ。いいよね、これなら毎日でもいただけますわよ。美味しそう。グラタンみたいな。料理の腕は普通ですよ。あまり期待しないでくださいね。後ろの人参めっちゃでかくない？たまには料理も楽しいですね。これが毎日だったら。あれ人参よね。え、人参？キャベツ。あ、人参にしたら相当でかいよね、後ろのやつ。そういやよ、レア様をお救いできたというのに、セテス様の表情は険しいまま。この大修道院が王子の平穏な日々を取り戻すのはいつになるのでしょうか。まだ先ですよ。クロード・フォン・リーガン、生まれも血筋も紋章の有無も関係なく、みんなが対等でいられるような世界を作るにはどうすればのがいいのかね。一度世界をぶち壊すしかない。エーデルガルドみたいなこと言ったらダメかね。はあ、合唱祭、誰でもいいね。セテス、とりあえずセテス、セテス、セテス意味ないね。まあ得意なこの二人でいっか。喉の調子が良くなくて。どうも喉の調子が良くなくてね。せっかく歌うなら可愛い振り付けも欲しいな。あーあー、まあ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 、何か用か、これでいいか。何か用か。1100ポイント、微妙ですね。また来てくれ、また来てくれ。シャンバラでしたっけ。ゴネリル寮に近すぎて怖いんですけど。うん、そう言ってたね。あんな不気味で危ない連中の本拠と目と鼻の先で暮らしてたなんて。ああ、
次の戦いは知らなかった方が良かったな。どうせだから兄さんにも来てもらおうと思ったんですけど、兄さんたらゴネリル家からはお前だけでいいって認めてくれるのは嬉しいんですけど、丸投げは勘弁してほしいの。あのお願いしたいことがあって。ヒルダの兄さんね。すごい、お願いしてよかったです。3000ゴールド、こんなんで3000ゴールド楽勝ですね。ホルスト教か、ヒルダのお兄さんは。名前はねよく出てくるけど、多分最後まで顔は明らかにされんやろうね。なりしてや。闇にうごめく者たち、ようやく彼らの正体に迫れそうですね。私の体を使って血の実験をしたのは、ま、ソロンに似てるあの人、彼らの仲間。もしかしたらエーデルガルトはまだ倒してないよな。彼らの犠牲者だったのかもしれません。名前忘れました。どんな理由があってそんなことをしているのか知りませんけど、私は彼らを許さない。根絶やしにして滅ぼしてあげます。よし。そうですわね、ベア様が無事で本当に良かったですわ。けれど、そっか、お兄様はまだレア様のこと、シリルが喜ぶんじゃないか。もちろん、レア様、レア様言ってたから。私も心配。あんな体で危険な場所へいらっしゃるなんて。あとは先生とクロードさんに任せて休んでらっしゃればよろしいのに。あ、間違えた。あれ？レア様、けれどもちろん、あとは先生。あら、フレンって。あれじゃなかったっけ？進行を教えてくれるんじゃなかったっけ？先生。先生。え？槍だけ出したね、今ね。まあいいか。なんか認識と違った。そしてこっちには。先生。先生。得体の知れぬ者たちと戦うのは、正直なところ怖いのですが、我々に対して明らかに敵意を抱く勢力が潜んでいるならば戦うしかありません。私たちの手でホドラの未来を守りましょう。勇ましい。セテス・ツリル、レア様は、レア様、レア様が戻ってきてくれて。ああ、よかったね。本当に良かったです。いや、嬉しそう。まだ昔の暮らしには戻れないみたいですね。敵はまだいるみたいだし。よかったな、ツリルな。レア様もまだちゃんと元気になってないし、うん、先生、レア様にあまり無理させちゃダメですからね。無表情。レアは今眠っている。緊急の要件でなければ訪問は控えてくれ。長い監禁生活で体力が落ちている。本来遠征に同行などすべきではないのだ。そりゃそうね。しかも相手は古くより我々を敵視してきた得体の知れない連中だと聞いている。くれぐれも慎重にことを進めてもらいたい。悪い予感がしてならんのだ。確かに。レアを流しかくれん。剣術。よし。ということで、ひとまず終わりかな。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。